ロビンシックはアメリカ合衆国ロサンゼルス生まれのシンガーソングライター、ミュージシャン、音楽プロデューサー、俳優。2013年のアルバム、ブラードラインズ、同アルバムのリードシングル、ブラードラインズ今夜は、へいへいへいは、共に全米1位を記録。また、全米5位並びにプラチナディスクを獲得した2006年のアルバム、イボリューションオブロビンシック。 ロビンシックの進化論でもよく知られている。カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれる。父親は、アメリカ合衆国のコメディテレビドラマ、愉快なシーバー屋のジェイソン・シーバー役で知られ、数々のエミー賞やゴールデングローブ賞にもノミネートされたこともある。カナダ人俳優のアランシック、母親ヒルドラ、デイズ・オブ・アワ・ライブスのリズ・チャンドラー役で知られる女優で、歌手のグロリア・ローリング。 1974年生まれのアニー・ブレナンはかつて1980年代、半ばに声優として活動している。16歳の頃から、女優ポーラ・パットンと交際し、2005年に結婚、息子、ジュリアン・フエゴシックを設ける。アメリカ合衆国とカナダの二重国籍者。現在、カナダのブリティッシュ・コロンビア州の都市バンクーバー在住。身長187センチメートル。初期、 マイアに楽曲、ノーティアーズ・オン・マイ・ピローを書き、ブランディには楽曲、ラブ・イズ・オン・マイ・サイドを提供、そしてまたクリスティーナ・アギレラのデビューアルバムにも関わった。1996年には19歳にしてからミー・バットの名曲、セクシュアル・キャパシティを作曲、共同プロデュースし、R&B チャート20位のヒットとなった。また、 1997年のブラウンストームのセカンドアルバムスティルクライミングや1999年のケボンエドーモンズのアルバム24から7に作曲家として参加2002年にシック名義でデビューアルバムチェリーブルースカイズを発表したがいくつかの事情でタイトルを変更改作した上で2003年にタイトル A Beautiful World として 再リリースするこのアルバムのジャケットを女優ポーラ・パットンが飾った。全米ビルボードアルバムチャートでは過労うじて、チャートイン、最高152位を記録。同アルバムのリードシングル、When, I Get You Alone は、オーストラリア、ニュージーランド、イタリア、オランダ、ベルギーといった国々のシングルチャートで、トップ20に入る。また、オーストラリアでは、ゴールドディスクを獲得している。 ファレル・ウィリアムスのレーベルである、スター・トラックと契約、名義を、シックから、ロビンシックへと変更する。2006年、プロデューサー兼フィーチャーに、ファレル・ウィリアムス、ゲストに、フェイス・エヴァンス、リル・ウェインといったアーティストを迎えた2枚目のアルバム、イボリューション・オブ・ロビンシック、ロビンシックの進化カロンを発表。同アルバムは、全米ビルボードアルバムチャートで、最高位を、 米国ビルボード r b ヒップホップアルバムチャートでは1位を記録し最終的にアメリカが死臭国においてプラチナディスク認定されたまたアルバムよりシングルカットされた Lost Without、you、のミュージックビデオでポーラ・パットンと共演同楽曲は全米ビルボードシングルチャートで第14位米国ビルボードホット r b ヒップホップソングスで1位 全英シングルチャートで第11位を記録し、ロビンシックのシングルとしては2013年の楽曲、ブラードラインズ今夜は、へいへへに次ぐ成功である。並行して、ジェニファー・ハドソンのデビューアルバム、ジェニファー・ハドソン、アッシャーの2004年のアルバム、コンフェッションズ、リル・ウェインのアルバムである2005年のタカーター2並びに2008年のタカーター3にそれぞれ、 プロデューサーとして関わる。リル・ウェインがゲスト参加した3枚目のアルバム、サムシング・エルスを2008年9月30日にリリース、全米ビルボードアルバムチャートで最高3位を記録、最初の週で136,944枚を売り上げる。2009年に公開された恋人のポーラ・パットンが教師の役柄で出演する米国映画、 プレシャスの楽曲をプロデュースするが後に置き換わる。同年、テレビドラマ、ゴシップガールで有名な女優、レイトン・ィースターのデビューシングル、サムバディ・トラブでフィーチャリングした。2009年12月15日にリリースされた4枚目のアルバム、セックス・セラピー・ザ・セッションに、JZ、ニッキー・ミナージュ、エステル、スヌープ・ドッグ、キット・カディ、ゲームラをフィーチャーする。同アルバムは、 全米ビルボードアルバムチャートで最高9位、初週で12万3000枚を売り上げた。2011年12月6日にリリースされた5枚目のアルバムラブアフターウォーは全米ビルボードアルバムチャートで最高22位を獲得、初週での売り上げは4万1000枚であった。2013年3月26日、6枚目のアルバムブラッドラインズからの先行シングルとなる。 ブラードラインズ今夜は、へいへいへいをリリース。ベイビルボードホット100チャートにおいて12週連続で1位を記録したのをはじめ、全英シングルチャートなど諸外国のチャートでも、軒並み1位を獲得する大ヒットとなった。ベイビルボードのホット R&B、ヒップホップソングズでは16週連続1位を記録し、同チャートが、 ニールセンサウンドスキャンの集計を導入した1992年12月以後では最長1位記録を更新した。同チャートがハーレームヒットパレードとしてスタートした1942年以後の通算記録ではジョー・リギンスのザ・ハニード・リッパー、ルイ・ジョーダンのチューチューチブギが歴代1位であり、ブラードラインズ今夜はヘイヘイヘイは歴代4位大記録となる。アルバム ブラードラインズは、イギリスでは6月12日に、アメリカでは6月30日にリリースされ、全英アルバムチャート、ビルボードを200ともに初登場1位を獲得した。なお、アメリカでの初週売上げ枚数は17万7000枚で、ある。ありがとうございます。